皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと番外編ということで、あの前トゥールスバーでね来ていただいた角屋さんのお店に来まして、僕からちょっと今日革のね服をちょっと作ろうということで、やってまいりました角屋さんね。はい。ちょっと行ってみたいと思います。はい、こんにちは。いらっしゃいました。こんにちは。先日はどうもありがとうございました。どうも本日もお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ上ですよね。そうですね、はい、オーダーの方は革製品の方は上になっておりますので、オーダーですから、はい、どうぞこちらの方へ。これちょっと古いね、これとかあります。あ、これはビートたけしきよし。この辺なんか結構マニアックで、これ大倉さん。そうです、そうです、そうです。ジョニー大倉。ジョニー大倉さんで、ここら辺は、ロッカーズ。ロッカーズです。よくご存知。陣内さんですよね。よくご存知してる。僕陣内さんの家の掃除とかしてたもん。ああ、そうなんですか。永瀬くん。はい、うちお客さん、お客さん。ああ、そうですか、そうですか、そうですか。結構買ってもらって、ね、そうなんですか、いろいろそういう流れもあり。わー、すげー、はい、久しぶりに来ました、こちら、はい、ねえ、これ、見てください、これご覧になってください、いろいろと。浅草だよ吉原だよ、ちょいと言ったら本当にねさあ、楽しみだな。普通に、上はね、まあ、パンツはこの間やった、あの、はい、柔らかいのを作りたいんですけど、はい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 、上どうしようかな。上をバイクに乗る、まあ、ライダースジャケットか、もしくは普段の時に着るジャケットか。普段着るし、バイクでも。おお、なるほど。であればぴったりなのが。え、あるんですか。ありますね。こちらの方が一番、この間ちょっと着てみたやつ、はい、着やすいかなという。ちょっとこれ 3L サイズはちょっと大きいかもしれないんですけど、ちょっと一回羽織ってもらうと。この間収録で来たやつこれでしたっけ。そうですね。ちなみにうちの本店店長の菊池と言いますので、よろしくお願いします。お願いいたします。お願いいたします。ちゃんとしてるな。はい、こういうプレーンな形もいいんじゃないかなと。で、まあこういうちょっとあのパッドのデザインなんかも、取り外すオーダーでしたら取り外すことも可能ですので。あ、これね。はい、これは風やっぱりすごいんですか、通さない。風は通しづらいですね。あの革製品なのでもちろんその風は通さないんですが、うん、やはりあの完全な防寒着かっていうと、ライトな防寒なんですよ。ただ、裏地にこういうキルティングの綿が入ってるので、結構あったかみはありますね。衣装も買えますからね。気になったのちょっとホームページ見て気になったのこれなんですけど、はいはい、なんかこのボアがついてるんですけど。ああ、なるほど。これすごくないですか。そうですね。ただちょっとブルゾンタイプなので、まあ着やすさはありますけど、例えばこういうちょっとミリタリーのものであれば、なんかすごい二十何万とかあります。あ、あります、あります。今ちょっとお持ちしますので。あれがなんかすごいなと思った。でその20何万円の N3B という商品があるんですが、それの、若干お値段をお安くしたバージョン、はい、海外のモデルになりますね。これ着てみようかな。じゃあ、はい、今ちょっとお持ちしますので、ちょっと待ってください。ちょっと一回ぜひ。これだってすごくない。これこれバイク乗ってたらちょっとこれこんな日本でこんなに寒い時ないもんね。そうですね。寒い時は本当バイクは寒いですからね。寒い時乗らないもんね。寒い時乗んない。これすげえ。これおお六本木の夜の街でこうやっていそうだよ、ね、こうやって、はいはいはい、これいそうだよ、ね、こうやってね。わかります。失礼します。クロスいるよ、こういう人六本木にね。今そうですね、そうですね。でちなみにこれの、今からお持ちするモデルに関しては、あの関根勤さんという方がやっぱりあのお店に来られて衝動買いで購入されていきましたね。かっこよくないこれね。でこちらが何が違う、海外、こちらの方が
まあ、比較的海外の方でなるべくコストを抑えて作ったモデルなんですが、こちらの方は国内の、まあ、自社の方の工場、この6階の中にあるんですが、そちらの方で作ったモデルになりますね。なので、まあ、革質であったり作りであったり、そういった部分が重いね。こっちは軽いの、こっちは重い、若干軽くなってると思います。装備の方も先ほどの方はフードが取れたりとか、そういう機能がついてたりするんですが、これはその本体の良さということで、そこの部分がだいぶ軽くなってますので。すげえ、これカビたりしないのかな。ありますよね。まあ、管理の方法で、しっかりちゃんとシーズン前に来てあげればそんなにカビるということはあんまりないですかね。やっぱりこっちの方がなん気分の問題。先ほど言ったその機能がだいぶすっきりしているので、パッと来た感じの馴染みやすさはこちらの方がいいかなっていうのはありますね。でちなみに襟元の襟毛はあれですね、ムートンですね。内側がムートンで、外側がコヨーテのファーを使ってますね。これも捨てがたいな。これなんかよっぽど寒い時しか着れない気がする。これに乗って電車乗ったらかなり辛いよ、ね、暑いなと思う時あるかもしれないですね。暑いですよね。それだけ防寒性があるということで、すっごいだったかな。グラジの方も、キルティング綿と綿の間にアルミのシンサレートという素材が入ってるんですよ。なのでかなりその自分の熱が、裏地が反射をしてくれてあったかい仕様になってますね。やっぱりこっちの方があれかな。春先とか長く着れるっていうのはこちらの方かもしれないですね。これはあってもおかしくないの、肘は。こっちはちょっとね。そうですね、やっぱりバイク色が出過ぎてしまうと、まあ普段ちょっと着づらくなってしまうかなっていうのもあるので、これでまあフルオーダーでした。あとは襟の形であったりとか、あとはポケットの追加。ポケットがある、はい、ポケットあるとどうなんだろう、なんかデザイン的に。ポケットの種類もいろいろありまして、こういうふうにファスナーを直接見せる場合、こうするとやっぱりいかにもポケットついてるなんですが、うんうんうん、こういう玉縁といって、革を、まあ、縫製上、このファスナーの虫の部分を見せないような作りもできるんですよね。これでも本当に柔らかくていいわ、これ。これの一回り、ちょっとこれ 3L だよね。あ、でも大きい、あ、そうか、でもオーダーだったらちょっと、もう寸法の方は、これで 3L 合わせられますので。じゃあこれベストですよ。はい、あとパンツです。色は何がいいかな。あれも今のもそうですけど、ちょっと茶色っぽいじゃないですか。はい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 。どう思います？真っ黒か茶色。この前の組み合わせで言うと、うん、下は黒は似合ったかなと思います。うんうんうん、で上は黒なんですが、ちょっと若干ブラウンがかかってるので、ね、下はこの手の、柔らかめの黒でいいと思いますね。じゃあちょっとそれ履いていいですか？はい。で、こちらの方も完全フルオーダーという形になるので、そのものが。今ヘッドファクトリーのブランドではパンツが出てないので一点特注をするような形なので、特注をするような形なので、まず一回こちらの方を履いていただいて、まあ、この前のちょっと雰囲気でちょっと合わせてもらえばいいんではないかなと思ってますね。これね、はい、パンツを買うときに一番考えちゃうのが、はい、バイク乗るときって長めじゃないですか、はい、でも普段履くとそれってなんかズルズルでだらしないじゃないですか、はい、これあれがどうも、なるほど、なんかどうもあれが納得できないっていうか、はい、そのなんか嫌じゃないですか、はい、であれば裾周りをこういうスキニータイプにしてあげれば、うんうん、バイクに乗ってもそんなに違和感ないと思うんですね。ああ、そう、で普段着ててもそれほど違和感ないと思うので、ね、なんかなんかジャッジャッってこうジューっていう、はいはいはい、ね、うん、いうあれがなんかだらしないっていうか、ちょっと、はい、なんか嫌な、特にブーツカットだと広くなってたりするので、昔はね、それがまた一つのスタイルがあったんですけど、今は若干ちょっと絞り込んであげて、
履いてあげるのバイク乗らないくせにこれ履いて飲みに行きたいとかそう思ってる。なるほどそれは重要ですね。重要ですね。いやもうほんとほんとほんと。じゃあコンセプトは飲み屋さんに行けるカーパンということで。飲み屋に行けるカーパン。なるほど、うん、であればこういうこのタイプが一番おすすめですね。わかりました。じゃあそうします。はい、はい、ありがとうございます。そうしようそうしよう。じゃあ履いてみます。はい、俺あれが欲しかったんだよな。ヘルメットをつけるときにこう延長するやつ。あ、エクステンダーですね、うん、すげえな。これ何これ。これあのこうしてこれはあの長財布入れるんですね。まあ携帯であったりとかちょっとした小物を入れたりするタイプですね。だから iPhone の大きいタイプもこれで入るというタイプですね。じゃあこちらをちょっとベースにフローダーという形でよろしいですかね。いいですよ。はい、じゃあどうぞこちらの方で履いてみてください。フローダーだよ。太っちゃったね。あのサイズ修正もできますのでご安心ください。はい、じゃあこちらになります。もうほとんどこのままでいいぐらいだね。そうですね。なのでこの革質も合ってるのでここだけパンパン。ちょっとここがやっぱり。なるほど。はい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 。であればそこの部分は出すことはできないので、だってフローダーになるの。フローダーこれを直す感じじゃないですか。ね、直す方法もあるんですが、どうしてもサイズを出すとこういうところにハギが入ってしまうので、あんまりそれはかっこよくないですよね、うんうんうん、なので本当にそのふくらはぎとかに合わせるようであればフローダーの方がおすすめですね。大丈夫っちゃ大丈夫だね。ちょっとこういった椅子にちょっとまたがってもらってバイクのポジションをちょっと取っていただけると。柔らかい革なので若干伸びやすくはあるんですよね。革が伸びちゃって膝が出ちゃうとかそういうことない。極端にはないですが、やはりあのどうしても革は癖がつきやすいものでもあるので、ずっとそれを履いて正座とかを、まあ、長時間まあ、何回も何回もしたりすると若干ポコッとは出るとは思うんですが、まあそれも革の良さでもありという形ですかね。やっぱりきついなここ、ね、きついです。そうですね。そうですね。ちょっときつめです ね、ちょっとほらこうやって曲げるとね。はい、でここがなんか緩いっていうか。はいはいはい。であれば、まあ、フルオーダーで こうね明らかにちょっと、はい、そうですね。であればまあ採寸をしてあのぴったりとしたものを作るのもね。これやっぱりここちょっとあれだもんね。これでどうしてもやっぱりそのバイク乗ることを多少前提にしてあるので、ここの股がり、要はここの入り方はちょっと普通のパンツに比べるちょっと深めなんですよ、うん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 、こういうふうに前傾したりとかするとどうしてもローライズですとちょっとどうしても距離が足りなくなってしまうので、うんうんうん、バイク用の革パンツとかが基本になるので若干ちょっと深めではありますよね。あ、でも全然おかしくない。まあ、あんまり浅い、まあ、浅いね、最近にします。確かに深い。で、あとはやっぱりこの前傾することをベースに考えているので、お尻の入る部分も必要なんですよ。ね、若干ちょっとお尻の部分が通常のに比べるちょっと大きめに感じるんですが、うん、やっぱりでもそのふくらはぎきついかな。バイク乗りの人って足細いから。俺が太いね。いやいや、そんなことはないですね。どうですか店長、きつそうですか。いえ、こういったタイプのものなので確かにこのままでもいいんですが、そのサイズの好みとかがあるようであれば、うん、その好みに服を合わせるということで作ってしまうっていうのもありだと思います。ただまあ今のこれで結構好みに合ってるようであればもうそのままっていうのもいいかもしれないですけど、うん、ちなみにスポーツスターですよね。スポーツスターなので、あのステップの前傾ってそこまで深くはないんですよね。 なので、極端な話これで良ければ自分はこれでも大丈夫かなっていうのはありますかね。で丈もちょっとこれくらいにして若干たまりもあるので、これでそんなに足を曲げてもそんなに上がらないと思いますね。十分飲み屋さんに飲みに行ってもかっこいいですね。かっこいいですね。
のシワシワな感じがちょっといいですね。そうですね、シワのちょっとモード系が入ってるみたいな、ね、かっこいいね。このままでいっちゃおうかな。ウエストは詰められるの？ウエストは詰められます。ここね、はい、ここ詰めればいいかなって気もするな。確かに。だから詰める場合ですと左右で そうですね、はい、1インチぐらい詰めるとすると 1.25、1.25 を左右でこういうようなシルエットで詰めるような形ですね。これなんかで革だからもうちょっと馴染みますよね、多分ね。馴染みはあるんです、ね、これは比較的ここら辺の感じはもうちょっと馴染む感じ、はい、あの座った時にここが開くっていうのは、詰めるというよりもはここの部品を交換する、ここのパーツですよねっていうことになってくるので、まあでもこのやればちょっと失礼しますね。あの店長はオーダー修理のマスターですね。気持ち詰めてもいいかもしれないですね。こういう感じになってきますね、はい、その方が全然いい。なんかその方がちょっと飲み屋行ける感じ。そこが重要、これ重要なんです。寸法としては、まあ 1.5 から2センチぐらいっていうようなところです、ね、ちょっとこれがね、なんかこれがやっぱちょっと気になるよね、ここはそうなんですよね、こうまっすぐにやっぱり作ってあるので座った時はどうしても開いてしまうっていうのがありまして、ベルト閉めたらいいのかな。そうですね、ベルト一回閉めますか。ベルト閉めるといいかな。こういう太めのベルトがいいですよね、やっぱり。うん、そうですね、しっかり押さえてくれますね。だいたい45ミリ幅なので、結構バシッとくるはずですよ。あ、いいかもしれない。もうこうやってベルトしちゃえば。革が柔らかいので、この曲がったところがそんなに違和感ないとは思うんですよね。ね。いいかもしれない。ジャストサイズよりも若干やっぱりウエスト周りは結構変わったりするので、酒飲んだりね、ビール入ったりするとね、若干変わりますね。ビール入ったりするとね、いいかもしれない。これでいいかな、やっぱりこっちは。ほら、なんか全然別にバイク乗んなくてもいい感じですよ。そうですね。ワンサイズ、ラージサイズ。だから本当に秋口とかそういうシャツに革パンとかだったら結構かっこいいと思いますね。そうですね、スモール。これはかっちょいいな。ブンブンですね。これでもこっちの、はい、このなんかテカリ感あるじゃないですか、はいはい、このテカリ感いいんだけど、こっちがちょっとなんかほら、あーなるほど、こう、うん、はい、スッとしてるじゃないですか、はいはいはい、でこっちがちょっとテカってる感じでいくと、はい、なんかこの組み合わせでいくとちょっとなんとなく違和感がちょっとあるんですよ。なるほど。であれば例えばちょっと前失礼します。でもこのカジュアルな感じがいいんだよな、ちょっと、まあ好みはあると思いますが、結構上下の革を合わせようとするとこういうものもございますね。これはバイカーって感じだね。肩とかこれは硬いな。やっぱり結構硬いですよね。そうするとやっぱり先ほどの革の方が一番柔らかさが出て、ね、ですから一番リアの方がおすすめかなというところですかね。ね、はい、どうぞ。かっこいいなぁ、ブーツが欲しくなっちゃうなぁ。ブーツもございますよ。なんかアメリカでハーレーのブーツ買ったんですよ、はい、もうかみちゃってかみちゃって、どうすればいいんですか、ね、一回うちの方で洗ってみますか。あ、そう、洗います。はい、洗うことは可能で、比較的カビも取れやすいんですが、カビもちょっとどうしても時間あるとカビの胞子みたいなのが皮に根っこを張っちゃうんですよ。
で、そうすると、まあ斑点みたいなのがついてしまう場合もありますし、ちょっと洗ってみないとどういう形になるかっていうのはあるんですけど、洗ってカビの成分はちょっと落とすことはできますね、うんうん、なるほど、一回ちょっと洗ってもらおうかな。そうだね、これでもこれだけでジーパンと一緒に着るってことを考えると、やっぱこういうやつの方がいいよね。そうですね。じゃあこれでしましょう。はい、この組み合わせでしましょう。で、これはもう作ってもらう感じ。そうですね。ね、作るっていうのがテーマですもんね。そうですね。作っていただけですかね。ありがとうございます。作った方がいいですよね。フルでね。え、これじゃない、これを買うよりも作った方がいいですよね。作ってみますか。高いってことすごく。若干お値段の方が、きちんと大体シングルをベースにシカラを使うと大体フルオーダーの基本料金っていくらぐらい？ざっくりで17万ぐらいです、ね、でこっちだといくら？こちらで今10ただ違和感はないです正直これね、はい、着ててもらって、あの違和感はないです。あとはその使い勝手的な部分でポケットを修理でつけるってことも可能ですし、うん、あまりそのこっち側にポケットにあの入れてデザインが響かないで結構内側につけてたりするんですよね、うん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 、これは内側についてる、はい、既製品でしたら12万8000円です。だいたい、通常のうちのヘッドファクトリーと商品のだいたい5万円アップぐらいでフルオーダーという形ですね、うん、ただフルオーダーになると、メリットデメリットですと、メリット的な部分でいうといろいろお客さんの要望に応じて物事を進められるっていうのがあるんですが、どうしても、今日採寸をいたします、それからパターンナーが、1回目のパターンを起こすんですよ。でそのパターンという、データを取ったものをこういう型紙にするんですが、その型紙にしてから今度それを仮縫いと言いまして、仮縫いなんか一着ちょっとその仮縫いでお客さんのフィッティングを再度し直すんですよ、うんうん、っていうのがいきなり商品を作ってしまうと、まあ、ちょっと違うとあれだ、これで違うよってなってしまうと革なのでもう本当にまた戻るのはできないんですよ。そのためにあの本当本ちゃんと同じような仕様で仮縫いを作って、それで OK をいただいて、例えばポケットの位置、ポケットの長さは大体決まってるんですが、まあ、ここにボタンがつきます、ファスナーの長さはこれくらいでいいですかっていうような形で、こういうようなものを作るんですよ。あ、ちょっと脇下がちょっと余ってちょっとかっこ悪いなということであれば、まあ、その部分を詰めてその場の商品のフィッティングに合わせて作るっていうのがありますね。体型が変わるからね、おっさんになるんだからね、若干ですよね、若干ですよね自分は日々変わりますね確かに違和感はないんだよな。ただそのデメリットな部分でいうと、今度あの納期の方がどうしても採寸をして仮縫いを作って、その仮縫いを合わせてということで、どうしても4ヶ月ぐらいかかってしまうっていうのがデメリットではございます。切れないじゃないですか。っていうのはあのファスナーとかが、ちょっとファスナーの見本を見せてもらっていいですか。本当に一から洋服を作る形でもあるので、こういうファスナーを選ぶんですよ。ファスナーもこれだけ種類があって、長さもあるので、この仮縫いをしてからじゃなくて、そのファスナーの方が取り寄せができないという。これって本当どのぐらい暖かいの？なんかこう例えばセーターとか着ると、はい、ちょっときついかなって気がするの、はい、中でね、はい、どのぐらい暖かいですか、ね、これで十分冬は暖かいといけるのかな。極端な話、街乗りで乗る分には大丈夫だと思います、ただ長距離で本当に200キロ、300キロちょっと走るとなると、あとはそのキルティングの量を増やすであったりとか、そういうような形でできたりはしますかね。違和感ないね、確かに。確かに違和感ないですね。違和感ないですね。違和感ないですね。まるでオーダーって言っちゃうから済んじゃうかもしれない。あとここがちょっとね、ない方がいいかな。そうですね。あるね。であれば、フルオーダーが一番そのいろんな種類を合わせて作るもの、あとはカスタムオーダーといって、今あるこの既製品の方に、まあ、これをちょっと取り除きたい、ポケットを追加したいってことも可能なんですよね。だサイズを特にいじらないようであれば、そういう方法もありですよね。それで値段違うんですか。そうすると3万5千円ぐらいかかる。お、じゃあこっちフルオーダー作るの確か変わんないじゃないですか。そうですね。じゃあなるべくこれで切ろうと。
今すぐ切れるし今の金額になって1万5000円アップでそのこのデザインをなくしたいとかっていうことは可能です。比較的それも納期は早めにできますよね。そうですね、はい。まあでもこれあってもいいけどね。どうも全然自然でいいと思いますよ。なんかこうラグビー部って感じですよねなんかラグビー部感があってちょっとあとはもうほんと仕様的な部分とそうですね、納期的な部分がどうしてもかかってしまうかどうかをご了承いただければ。やっぱだ秋冬には着たいですよね。秋冬に着たいもん、ね、春夏の革ジャンじゃないですか、ね、もう明日着たいもんよ。そうですよ、ね、もうこちらがもう明日着たいもん。どうしようかな。いやもうシャンパンゴールドだし、これは他ないんですか、このサイズのやつで。洗濯ちょっと探してみますね。なんかこの鹿革はあれなんですよね、ルイ・ヴィトンなんかもこのタンナーさんの革を使ってるんですよ。よくあの鹿革であの取っ手の部分とかそういったところに使われてる革で、あとは大体鹿革ってこの、まあ、奈良の東条さんが結構有名なところなんですが、あとは剣道の防具とか武具とかにも使われるんですよ。で鹿革のいいところはあの水であったりとかそういったものが馴染みやすいんですよ、ね、雨はどうなの。雨の方も、大丈夫です。これこっちも、こちら基本革はそんなに雨は得意ではないんですが、比較的革の中では鹿革は強い方ですね。だから昔あのセームがあったりですか、車が、うん、あれも鹿革なんですよ。だから吸水性が高い革なんですよね。ただ乾燥させるときにどうしてもしっかり乾燥させてあげないとやっぱりそのカビの原因だったりとかするので、でカビの原因っていうのはまあホコリであったりとか、例えば車も雨の中したりするとだいぶ砂利であったりとかそういったものがつくじゃないですか。だからそういったものをちゃんとパッと落としてあげて、ちゃんとした乾燥をしてあげれば大丈夫ですかね。だから一番怖いのが生乾きの状態で、風が動かないところに置いてあったりするとやっぱりカビの原因になってしまったりとかしますかね。どうやって保管すればいいかですね、革ね。基本的には風通しのいいところで直接太陽光が当たらないところですね。そんなとこないですよね、風通しが良くて直接太陽光が当たらないと家の中で風通しの窓を開けてもらって換気をするっていうのが一番いいですね。あとはちょっと大きな水分を、まあ、ある程度タオルか何かで、まあ、吸ってあげてれば大丈夫ですよね。どうですか、ないですか。そうですね、ライナップ帳は、まあ、黒しかないんですよ。で、同じもので選ぶっていうことで言えば1点だけちょっと倉庫にありそうな状態で、ね、それはあの要はデザイン全く一緒で、うん、全く一緒です。じゃあこれしかないってことですね。これがいいってことですね。それか、うん、もしくは、うん、ちょっと工場に、ちょっと電話するから、はい、ちょっとお待ちで、はい、ちょっとあのスペシャルなこと考えます。スペシャル、まああれですよ。多分僕だから比較的要はこうね、体のサイズが異常じゃないからいいんじゃないかってことですよ、ね。まあそうですね。標準的な体型の方だとやっぱり既製品というのは非常にサイズが合ってきて、ね、うん、合ってきちゃうんですよね。ブーツどれがいいですか。ブーツはこういったのもいいんじゃないかなと。ちょうどかっこいい。これサイドゴアで今履かれてるのと同じような形で、これかっこいい。これはだってバイクじゃなくてもいいじゃないですか。これそうですね。うわこれいい。これいうのはね楽でいいですよね。そうですね。自分もサイドゴア好きで、社長もサイドゴア履いてたので多分、あ、多分好きかな。大好きです、はい、しかもこれで、これも国内の工場で、まあ、協力工場さんなんですが、履いていいですか。はい、サイズの方は何センチぐらいですか。26。セックスですか。はい、かっこいい、かっちょいい。これ一段と違うな、革パンが。やばい、足長くなっちゃう、ほらやばい、足長くなっちゃったうわ、かっこいい、これね、ちょっとほら足長くなっちゃったよ靴で。
きます。どうしよう、ちょっと見てもらっていいですか。かっこいいよ、これ。ブーツいいね。長さはですね、ちょっとおかけいただいて。スポーツスター。スポーツスターです。はい。はい、ステップマークってどの辺になりますかね。面白いね。こういうので合わせるんだ。普通の洋服屋さんと違う。そうですね。やっぱりいろんなハンドル、ジャケットですとハンドルが変わってくるじゃないですか。それによってハンドルまで近いのか遠いのか高いのか低いのかで、この見てもらうと分かります。背中の動きがこれで全然変わってくるじゃないですか。うん、広いでもこうなりますし、まあそういったのをちょっと合わせるために。このぐらいですか。ですね、はい、で確認していただきたいのが、ちょっとどうしても立ち上がった時が多少シワが出てきてしまうんですよね。全然シワがあった方がいいかな。はい、いいですよね。おかけいただくと、まあ、ピシッと消えるんですけど、この部分がちょっとまあ、ちょうど こちら合わせたんで、これで見ていただくと。もうちょっと加減すると、シワの方、立ち上がった時にシワの方が軽減するんですが、短いよね。そうなんですよね。いや、シワあってもいいです。シワあった感じの方がちょっとかっこいいじゃないですか。じゃあ最初の方の感じに見せていただいて、うんうん、ね、短くしちゃうとだってなんか、ね、この伸ばすの大変だけど。そうなんです。長くするにはね、はい、後からできない。その通りです。ちょっと長めでいいです。そして、はい、最初の状態でもう印付けになりますので。はい、分かりました。はい、でこれはなんか僕ちょっと思ったのは、はい、これここの例えば袖のところって、はい、これってなんとかなんだろう、ファスナーで、ファスナーだとでもこのような目立ちに目立たないファスナーがいいな。あ、目立たないファスナー。これ内側じゃないですか、はい、内側でこういうふうに、そうするとキュッて締まりますよね。そうですね、そうですね。どう思います？何とかあった方がいい。これはやっぱりこういうデザイン、デザインはこういうデザインなんですけど、厳密に言えばやはりまあファスナーでキュッと袖口は絞った方がいいですよね。絞った方がなんとなく、はい、その仕様も できるよね。袖口をファスナーの仕様に、はい、になってしまうんですよ、デザインを変えると。あ、本当本当。であれば今回特別ちょっとそういうような形で、はい、分かりました。の方がいいような気がする。なんかあとこれってだって今、あ、一応こうするってこと。そうです。でもやらないでしょ、誰も。ほとんど、やる方はやりますかね。ポケットは僕これ内側でもいいかなと思って、あんまりポケットあるとスッキリ感がなくなっちゃう。そうですね。逆にだと今お腹の部分にどうしても結構厚いものが、皮が柔らかい分その形に押し出されてしまうんですよね、うんうん、でこれがなくなってここのところちょっとチャックになって、はい、であとは、ファスナーの色であったりとか、ステッチの色、このボタンの頭の色、あとは中に折りネームが入りますので、まあ、こちらのネームが入るという形ですね。え、ここに角屋って入るってことかな。いや、ファクトリーギア。いや、僕名前入るの。ファクトリーギアでも高野倉さんでも大丈夫ですし、もう下のお名前でも結構ですし、はいはいはい、奥様のお名前でもいいです。いや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 そこはもう、はい、わかりました。これでも使うここだけだね。そうですね、そうですね。何なのかな、これでもこれで、そこは結構打ち替えもできたりするので、うん、表の部分は
例えばちょっと、まあ、こういう真鍮色にしてみるであったりとか。なんかね、これの方がいいな。了解です、ね、この方がいいです。これすぎちゃう。これもファスナーもいろいろ行き着いた結果、このゴールドの、これはエバーブライト、エクセラ、エクセラですね。エクセラという YKK の中でも高級なカバンに使われるようなファスナーなので、滑りもいいんですよ。じゃあ何もないじゃないですか。もうここ肘、こことここだけじゃないですか、やりたい、はい、ね。であればその仕様で、これない、ない方がちょっとやりだな。確かにちょっとフォーマル感が出るな。そうですね、ね。中のこの肘もなくなるだけで本当にパッと着るもうジャケットになると思いますね。これ、これも取っちゃった方がいい。はい、あ、本当、そうですね。かなりシンプルな、あの普段着でも全然羽織っても違和感ないぐらいの。じゃあそうしてみよう、全部なくしてみようかな、はい、そしたらシュッシュッて、はい、ね、確かにバイブノリじゃなくなりますね。そうですね。いいね。ここでもこう、こういう風になってるんだね、少しね。若干、若干、はい、ここ長めにしてた。そうですね。いいなぁ、よし、じゃあそうしましょう。はい、決まりました。かしこまりました。ありがとうございます。こちらの名前は奥様の名前。自分の名前にしますよ。自分の名前よろしいですか。はい、わかりました。自分の名前するか。すいません、失礼しました。はい。オーダー俺に合った革ジャン&革パンということ。革パンもうね、スタイルいいもんだから。そうですね、このままいけちゃうということ。もうバッチリですね。これをオーダーさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。来ちゃうよ、この人。裏地、はい、ね、裏地の方が例えば、まあ、黒ですとこういうちょっとイメージになりますね。随分この裏地が変わるだけでも雰囲気が変わるんですが、まあこういうのも、で、これがシルバー、ゴールドですね、シャンパンゴールドですね。これはやっぱりまあ一番馴染みがいいかなと。で、ちょっとあの個性を出したいんであれば、ワインレッドであったりとか、スナック、歩みって感じだよね。わかる、なぜ歩みが出てきたんだ。で、まあこちらが、スナック赤ね。まんまですね。まんまね。あ、浅草な感じ。っていう形で選ぶことができます。で、例えばあの防寒性を高めるんであれば、ああのちょっとそういうのもあるんだ。はい、これは 綿の量がこっちが 40g といったらこっちが 80g ですね。で、これ今サテンの裏地なんですが、いや俺ガシガシ着るよと、もうバイクにもうこれをずっと着るんだってことであれば、こういう先ほどと違って風合いが変わるんですよ、うんうん。より強度な、スーパーハードツイルのっていう素材なんですが、それのキルティングも可能ですと。ただちょっとキルティングやっぱりあのモコモコ感が出るからということであれば、そうね、モコモコ感あんまり嫌だな。例えばもうこういうプレーンな裏地、ほう、こういうのも選ぶことが可能ですね。そうするとやっぱりあの同じジャケットなんですが、やはりあの部材の色によって全然その商品の雰囲気が違いが出てくるので、おこれもなんかかっこいいね。そうですね。で、これはあの、こっちか。そうですね、肩から袖口の部分にかけて今これを使ってます。俺やっぱこれがいいや。まあそういうあの細かい、仕様の変更も可能ですね。まずはこちら裏地、どれがよろしいですか。僕はこれあ、これと同じのでいいと思う。はい、わかりました。では脇がな、脇がでも、いやでもこの方がいいよね。これ袖から出るってことでしょ、その裏地、こういう風になってますね。そうですね、はい。あ、これでいいです。はい、うん、こっちにします。で、こっちはあえてモコモコしないためにこういう1枚の裏地を使っておりますので、うん、はい、いいです、はい、下なんか着るかもしれないしね、ちょっと、ね、そうですね、厚手のやつ着たりする、はい。で、次に、ファスナーの方なんですが、ファスナーの方もこれまたいろんな種類から選べることが可能です。まあいろいろ、あるんですが、こういうニッケルタイプのもの、ゴールドタイプのもの、あとは、こういうちょっと古いオールドアメリカンというシリーズなんですが、まあ、昔のアメリカのヴィンテージのようなファスナーも可能ですね。まあこれですよ。あ、ありがとうございます。ね、だってそうどう考えてもこれだよね。金だから。それか、ちょうどですね、これを今度からちょっと広まっていくと思うんですが、今年より片屋のこういう YKK でオリジナルのスライダーを作ったんですよ。片屋 YKK。はい、片屋 YKK。でもこういう角屋の刻印入り、今はその YKK のラージホールというタイプを使ってるんですが、どういたしましょうか。角屋ラージホール、でもチャック自体は同じなんですよね。そうですね、クオリティ自体はチャックのこの部分は一緒です、ね、ここのデザインに角屋って入るか入らないか。そうです、
それ角屋って入れますよ。あ、よろしいですか。ありがとうございます。入れますよ。ありがとうございます。 YKK 角屋であれば自分のおすすめなんかこういうちょっとあ、ちょっとごつい感じ、はい、そうですね。いいですよ。はい、ということでちょっと力かかるからね。はい、そうです ね。で、引き手の部分はやっぱり引っ張りやすさっていう部分もあるのでちょっと大きめのものがいいんではないかなと。はい、はい、OK。 はい、では、こちらの、ね、収まりもいいもんね、これがね。そうですね、はい、はい、こちらの方でこういうファスナーの方も選べますので、で、次にこういう糸目 の方に関しましては今回ちょっとこういう、うん、まあ、黒に対してブラウンの、糸を使っておりますが、これはどういたしましょうか。これも結構収まりが、うん、一番いいのではないかなと。これに黒を使うとどうなんですか。全体的にやはり黒の雰囲気がバッと変わりますね。へえ。例えば黒を使っているものステッチがなくなっちゃうイメージだもんね。そうですね。で、これなんかちょっとまたちょっと参考になるかなんですが、茶色なんですがあえてグレーの糸を使ってるんですよ。だステッチを主張するようであれば本当にまあ真っ黒の重々しい革ジャンよりかは少しちょっとおしゃれ感に着たいということであれば自分はこういうこの色がいいんじゃないですか。じゃあそうします。あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。決断は早い方ですか。さすがです。そうだね、はい、確かにね。こっちどうだね。例えば黒ですとやっぱりまあこういうこれは黒ステッチなんですよ、うんうん、だから全体的にやっぱりその黒のイメージが強くなるんですよね。これも欲しくなるね。でもね、このちょっと違う感のあるやつね。まあこういう形で糸の色もこれです。はい、ありがとうございます。これで、以上。はい、あとは、あともう2点ほどございます、はい。付属類の色なんですがまあ、こういうような形で、こういうボタンであったり、うん、まあ、今回はちょっとこういう点数が少ないのですが、こういう色目の方から選ぶこともできるんですが、はい、これもそうですね。それでいきます。はい、ありがとうございます。で、あともうすいません、最後になります。最後なんですが、まあ、オーダーということで、こちらの方に、高野倉さんの名前が入りますが、はい、まあ、書体の方がこういう形でございますので、はい、あとは糸の色も若干選ぶこともできます。うん、あとはまたお名前をまたね、筆記体なのか漢字なのか、うん、ブロック体なのかという形で入れることもできるんですが、僕ね、あれがいい、筆記体で、はい、M. 高野倉、はい、M. 高野倉様ですね、はい、M. 入れてこういう感じ、これ1935いらないから、はい、M. 高野倉。わかりました。そうすると大体これぐらいの雰囲気なので、うんうん、まあ、文字も潰れることなく、そう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 、マサト入れちゃうとすんげえ長いから、うん、そうですね、若干潰れ、これなんかちょっと僕が自分でやったみたいだもんね、これね。そうですね、この時代ね。どうしてもね、昔はやはりこれも、うん、もう昔話をしてしまうとあれなんですが、うん、昔はやっぱそのネーム職人さんみたいなのがいたんですが、うん、やっぱりいろいろ、まあリタイアを優待をされる方もいて、うん、今こういうのはコンピューターミシンで入れるんですよ、うん、でやっぱりその柔らかいものにブロックを打っていくので、ブロック体みたいな形で打っていくので、どうしても若干生地の歪みとかでちょっとこういう風に見えてしまうんですが、ただこれでもこれ味あると思うんだけど、はい、これもすごいいいと思うんだよね、はい、これもね。でもやっぱりちょっとこれが海外を目指していかなきゃいけないので。わかりました。 M 高野倉、じゃあ海外に発信するために M 高野倉様でよろしいでしょうか。はいはい、いいです、いいです、はい。なんか嬉しいな、オーダーシャツみたいな。ああ、そうですね、そうですね、ちょっと入ってたりしますよね。そう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 、ここら辺ちょっとね、はい、忘れても大丈夫。あ、俺昔僕フローダで作ったジャケットを飲み屋かどうかなくして落としてきちゃった。あらら、はい、それショックだったの。なるほど、20万以上したの。そうですか。で、そう考えるとオーダーのフローダのレザージャケットが、いやいや、安いです、安いですって考えたら、うん、そうそうそう、安いかなと、うん、ぜひ置いてこないで、ぜひ大事に来ていただければと思います。もちろん、もちろん置いていかないようにします。ありがとうございます。うん、ではすいません、使用決定の方はこういう形になりますので、はいはい、ではこちらの方で受け止めてもらいました。ありがとうございます。やった、楽しみ、これで、はい、OK。